普段渋谷に来ないので間違いで。そんなことないって。今日は何をしに来たんですか？服屋ですか？そう、服買おうぜ。私がコーデしてあげる。これどう？とりあえず着てみ。いい感じっすね。他のも持ってくるから着てみてくれる？逆に普通に T シャツとか、これなら安定じゃん。てか五条くんがこの服気に入ればさりげにシュキピとおそろコーデ的な。五条くん来た？はい。私こんな感じ。五条くんはどう？陽気だった？陽気です。顔嘘下手かよ。ベロニカテアのコスいつする？俺は遠慮しておきます。北川さんが来た時どうなるかまできちんと考えてなくて、今までの衣装と比べて胸の部分の布の面積が少ないので。私の下乳想像して恥ずかしくなったってことかよ。もうエロいっつーの。北川さん声大きい。せっかく衣装を作ってくれたから家で着よっかな。あ、はい、それはぜひ。着てる写真送ろっか。